皆様こんにちは、今回は私は42丁目のとファーストアビニューにあります国連のビルの前に立ってます。今回は、この42丁目を、東から西方面に向かって歩きたいと思います。42丁目は、クロスタウンの通りになってまして、クロスタウン普通は一方通行なんですけども、ここはメインのストリートということで、2方向、2方向の、通りになってます。ここはセカンドアビニューとの交差点になります。今正面右手に見えてますのがクライスラービルディング、その奥に新しく建ったワンバンダービルトという新しいビルディングです。こちらはファイザーのヘッドクォーターになります。ワールドヘッドクォーターと入ります。
でしょうね。こちらがサードアベニューとのことになります。こちらがクライスラービルディングです。こちらがレキシントンアビになります。こちらの建物がグランドセントラルステーションです。グランドセントラルステーションの後ろにそびえ立ってますのがメットライフビルディング、昔のパンナムビルディング。
ちらはパークアビニューになりますけども、パークアビニューの真ん中にグランドセントラルの駅がありますので、その周りを道が走ってる形になってます。こちらが最近新しく建ちましたワンバンダービルトというものです。こちらがマジソンアベニューになります。こちらがフィフスアビニューになります。いわゆる5番街です。左に見えてますのがニューヨーク市の図書館になります。
ちらの公園がブライアントパークです。こちらがシックスアベニュー、別名アベニューオブアメリカスです。ここがブロードウェイの交差点になります。右手にタイムズスクエアが見えます。
こちらはセブンスアベニューです。こちらがエースアベニューになりまして、ここに見えている建物がポートオーソリティバスターミナルになります。それでは今回はこの辺にしたいと思います。どうもご視聴どうもありがとうございました。よろしければいいねとチャンネル登録の方よろしくお願いします。